で今回ね、洗うのこれ使ってみようと思います。このクリーナーキャップ、今ね、ここまでですね、クリーナーキャップ入ってるんで完全に、状態です。とりあえず指導は真ん中いきます。タブレターはね、掃除してあるんでバッチリなはずなんですけど、どうでしょうか。こんにちは、福井の旧車系 YouTuber ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなど、いつも本当に励みになります。今日はね、前回ライブ配信でエンジンをかけようとして、初爆は来たものの、アイドリングには至らなかったこのね、ポップギャルちゃんね、こいつやっていこうと思います。それではね、すでにキャブは外してあるんで、キャブの清掃からね、行ってみたいと思います。ちょっとね、ポップギャルのところに来たら、こんなものがあったわけですよね。バネですよね、これスプリング、なんだろうこれ、怖い。キャブの中に入っていたやつなのでしょうか。はい、ね、場所変わって流しのところにやってきましたね。そう、寒いんでちょっとお湯が欲しいなってとこで来ました。で、前回ね、取れなかったなんかケーブルみたいなのがついてるんだけどって言ったのはね、これ引っ張ったら取れましたね。真鍮の何かで、これ何なんでしょうね。おそらくね、この中の方に、ここからの穴が開いてるんで、何なんでしょうね、これガソリンじゃないと思うんですけど、ちょっとね、その辺は詳しい人に聞いてみてね。とりあえず清掃、前回ね、かかりが悪かったらね、清掃作業がうまくいってなかった可能性があります。ちょっと慌ててたんでね。なんでまず外側からきれいにして、でね、順次中やっていこうと思います。で今回ね、洗うのこれ使ってみようと思います。ちょっと前に購入したね、シンプルグリーンっていうね、これはね、薄めてスプレーでシュッシュッって使うやつなんですけど、これね、ズボッと歯ブラシ入れちゃって現役のままやれば油汚れね、落ちるんじゃないのかななんて思いますんで、はい、初開封。匂いはね、なんか歯磨き粉みたいな匂いがしますね。そんなに嫌な匂いじゃないです。これでね、ゴシゴシと。ね、こんな感じです。でここからバラしてね、各部清掃していきます。まずね、この蓋外しちゃいますね。ネジ4本で止まってるタイプのキャブレター。この前はね、ちょっとね、ライブ配信だったんで、画像がちょっと荒かったんですけど、今回ね、おそらくね、アルコール系燃料で侵されたんであろう、ね、キャブレターの中を見てもらおうと思います。はい、ね、このシャフトを抜けば取れますよ。でフロート、はい、うわー汚な、中はねこんな感じですよね。台座がボコボコになってるのがわかるかなと思います。これがね、おそらく腐食、これじゃかかんないですよね。とりあえずきれいにしてきます。はい、秘密兵器の電動歯ブラシね、これはキャブレター専用。これでどうでしょうか。たっぷりと洗剤をつけていってみます。はい、どうでしょう、取れますね。
何なんでしょうねこの白いの、わかんないんですけど、とりあえずねやってみます。はい、ある程度の汚れは除去できたんで、このクリーナーキャブ、こいつをねプシューッと穴通ししながら、まあ、液はねこぼれないように、まあ、この中でやって、でトプッと、ね、フリーザーパック、これね大丈夫みたいです、溶けない。なんでねこれにつけおいて、まあ、1日置いてみようと思いますね。でどんな風になるか、まあ、これに入れるのはどういう理由かっていうと、まあね、きっちりそこまで浸かれるようにこうやってね、まあ、液が安ければ全部満たすんですけど、まあ、これでねかさ増し、これだとね原付きのキャブぐらいならこのキャブクリーナー一缶でねいけます。まあ、つけ置きタイプもあるみたいですけど、まあ、地元に近いところに売ってなかったんで、これでやってみたいと思います。どうなることでしょうか、お楽しみに。こんな風にボボボボボッと空気を抜いてあげて、で密閉するわけです。こんな感じでしっかりドブッと上まで使ってます。これで1日置いてみましょう。はい、でねこれこうやってぶら下げているとより密閉することが分かったんで、ぶら下げています。今ねここまでねクリーナーキャブ入ってるんで、完全にねドブンと使った状態です。はいね、キャブレター丸1日置いたものがこちらです。でこのフリーザーバッグね、漏れなどなく、まあ、大丈夫です。まあ、これ以上ねやるともしかしたら漏れちゃうかもしれないんですけど、今のところはね全然大丈夫で、はい、密閉がねきっちりとできてドプッと使っています。まあ、これは節約術ですね。それではねこれを今からブラシでこすってきれいにしていきたいと思います。はい、じゃあこれを今から磨いていきたいと思います。これねバッグ自体は大丈夫なんですけど、ここのねなんかこう書いてあるやつ、これはねあの剥がれちゃうみたいです。これはね汚れちゃうんで注意してほしいなって思います。はい、いい感じだと思います。もう中もねちょっとまだここ見えるかな、はい、少しね汚れが残ってるんですけど、まあ、擦っていきます。こするのはこの真鍮ブラシを使いますよ。はい、こんな感じになりました。でここの白いやつね、これおそらくアルミのサビなんですよね。なんでもこれをどうにかするにはもうひたすら磨くか、ね、ウェットブラストしかないってことで、まあ、今回はねこれぐらいで、まあ、キャブのね中がこんなに汚いのはちょっと嫌なんですけど、とりあえずねこすってポロッととかならないんで詰まりはないだろうということでやっていきたいと思います。組み付けていきます。でこれちょっと失敗しちゃったなって感じなんですけど、まあ、このねゴム製の弁、これねお湯につけたらちょっとブニュブニュってなっちゃいました。でもおそらくこれ部品出ないんでこのまま使います。まあねピタッとやればなんとかなるでしょう、おそらく。え、こんな。これには注意してくださいね。吹き返し。ね、わかりますか？顔にかかったらもう最悪なんで。はい、キャブレターね組み上がりました。こんな感じね、最初の頃から比べたらもうピッカピカですよね。はい、こんな感じで、じゃあ早速組み付けてねエンジンかかるかやってみたいと思います。
この辺とかね、白金類はそのままなんで一抹の不安は残りますけど、やってみましょう。はい、じゃあキャブレター取り付けていきますよ。まずね、ここはね、しっかり向きを合わせてやらないとダメなんで、キャブレターの取り付けがね、完了しました。これでね、かかるといいんですけど、はい、ちょっと調べたらね、この鍵、これオフですよね。この真ん中中立にしたところがどうも始動みたいですね。でエンジンがかかったら右にやる、まあ、これね、だからかからなかったっていうのももしかしたらあるかもしれないです。とりあえず始動は真ん中来ます。もうキャブレターはね、掃除してあるんでバッチリなはずなんですけど、どうでしょうか。お、来そう、来そうですね。はい、ね、この始動の緑色のランプがつきます。でエンジンがかかったらこれを右に回すと、こんな感じで吹けるわけですよ。バッチリね、アイドリングもするようになりました。はい、こんな感じです。止まった。でもね、十分でしょう。あとはね、エアクリーナーとか各部パーツきちっとつけてね、もっと回エンジンかけようかな。こんな感じ。はい、やりましたよ、ね、とりあえず不動からね、不動じゃなくなりました。はい、今日はここまで。ちょうどエンジンもね、止まりました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。